per maggiori informazioni chiama lo studio dell'avvocato. さて、今日はナポリの中でも結構カオス具合がすごいガリバルディ地区で食事をします。で、まあガリバルディ地区を歩いた印象なんですけど、まあ移民が多いですね。バングラデシュとか、あとはあのブラック黒人の方とか、あとはなんだろう、バングラデシュの人とか多いですかね。ムスリムの人とか、結構民族が、多様な民族が、まあ、住んでるっていう感じで、ガリバルディの駅地下なんですけどね、なんかめちゃくちゃローカルで、なんて言うんだろう、ちょっと廃れてる、家とかアパートとかも、綺麗なアパートとかほぼないんですよ。駅地下だとね、家賃とか高そうなもんですけどね。なんか結構まあローカル色が強いというか、観光客がちょっと立ち入りづらい雰囲気を出してますね、地元の。で、今日は今セリエ A サッカーでナポリが首位なんですけど、4位か5位かなんかのフィオレンティーナと、ナポリアウェーで試合をしてます。前半終了ギリギリでナポリがビハインド、1点ビハインドだったんですけど、追いついて1対1になりました。地元のおじさんたちもテレビにかじりついてですね、外のめっちゃ応援してますね。まあアジア人はマジでいないのでちょっと目立ちますね、地元色強い。すごいナポリ逆転しましたね。いや乗ってるな。いやーすごい、今ナポリが熱いっすね。何か乗ってるわ。多分サッカーに熱いのは、まあサッカーくじがあるからっていうのもあると思うんですよね。お金かかってるんで、まあ日本でいうところのパチンコじゃないですけど、もうサッカーで何点で勝つか負けるかとかで、まあカルチョ、賭けをしてるんですよね。まあなので、まあ、純粋にサッカーも楽しみつつ、かかってるものがかかってるんで、だから男たちがもう熱くなるしかないですね。さて、魚介のパスタをいただきましょう。やっぱね、港町ナポリだから。わけがないよね。美味しいっす。ムール貝の身はちっちゃいけどね。